皆さんこんにちは。宮城教育大学のビース・エイドリアと申します。よろしくお願いします。今日筑波に来るのは初めてで、一番驚いてたのは雪がないことです。昨日仙台、ほとんどですね、朝車上から雪40分ぐらい降ろして、で午後になったらまた30センチメートルぐらい結構積もってましたので、大変な週末でした。こっちに来て雪が一切なくて、すごく嬉しいです。自己紹介なんですけど、出身はオーストラリアで、初めて日本に来たのは、1997年でした。大学卒業してその次の年に来ました。まさかこんなに長くいると思わなかったんですけど、縁がありまして、日本人の妻をゲットして、それでこのことになりましたね。仙台は宮城教育大学にいます。最初はノーバ英会話学校に10ヶ月ぐらいいまして、その後福島女子高校という高校の ALT で勤めていました。でその後一回オーストラリアに帰って、ちょっと通訳っぽい仕事をやってましたが、やはりちょっとあまり好きじゃなかったので、また日本に戻ってきて、7年間の福島市内の桜の聖母女子高校というところにいました。それは ALT ではなく、一人で授業をやって、副担任の仕事もいろいろやってましたので、とてもいい経験でしたが、できるだけ教育についてもうちょっと研究したりしてしたいなと思っていました。で今宮城教育大学の4年目我々なんですが、とても好きなところです。これからもできれば長くいたいなと思います。で今日 のすいません、タイトルをちょっと変えましたが、DHS の学生が英語の授業にもっと参加できるように何をしているかという発表になります。でもしさっきも言いましたが、ちょっと緊張すると早口でなってしまいますので、その時にslow down Adrian and be ください。で今日もちょっとビデオを撮っていますが、もしうまくいけば自分のブログにも載せて字幕もつけようかなと思っていますので、もし必要があればどうぞ見ててください。で今日だいたいこういう流れでいきたいと思います。ちょっと宮兄弟でどういうことをやっていたか、私初めて DHH の学生を教えたのが6ヶ月前からです。最近ばかりなんですけど、その前にどういうことをやっていたかちょっと聞いて、もうちょっとうまくいけるんじゃないかなと思いながら、授業の、どういうことをやったかそれから説明したいと思います。英作部の授業でしたので、どういうことをやったか、そしてスピーチトゥテクテクノロジー、その音声認識のテクノロジー、フリップクラスルーム3点授業、これからの課題と、最後はディスカッションしたいと思います。質疑応答という四文字熟語はあまり好きじゃないです。答え全部こっち分かってるという雰囲気になりますが、もちろん分かっていません。本日の発表は一方通行ではありません。もちろん途中で質問があればどうぞ連絡聞いてください。最後まで待ってなくても大丈夫です。で今までの DHH の授業でどういうことをやったかというと、今有見先生と同じようなことでノートテイカーということをやっていました。で例えば日本語の授業だったら非常にいいプログラムだと思いますが、英語の授業になると、残念ながらうちの大学だと英語できる学生は正直にあんまりいません。で営業の授業になるとどうしてもそのノーテイクの負担も重くなって、それで大変なことになります。もちろんノーテイクが何言われてるか分からなければそれを教えることもできません。でそれちょっと困ってました。でパイル先生というような先生もいまして、非常に頑張っていろいろやってくれた先生です。非常勤なんですけど、もうすごい何時間もこういうポスターを作ったり、授業でよく使う英語の指示、例えば Please practice in pairs とか Read aloud とか Write this down というような指示を全部ポスターに書いて、でこれ指しながら
いろいろ指示したりしていました。非常にいいことだったと思いますが、パイル先生に対する負担は大変だったなと思っていました。だからできるだけノートテイクに対する負担、特に英語の場合ですね、あと先生の負担が軽くなるようにいろいろ考えていました。で、私自分の個人的な研究は多くやっているのは動機づけで、その次はこういうテクノロジーを使っている研究を持ってやっています。 iPad とかパソコンの授業をやっています。パソコンとか使えばうまくいけるかなと思っていました。で、英作文の授業だったんですけど、結構、私どっちかというと結構厳しい先生です。優しい方ではないと思いますね。これは一番恐ろしい授業だと学生のいつも言ってますが、とりあえずどういう学生いるかというと、30名前後に今いました。で、1年生から4年生のさまざまな学生いましたが、 PHS の学生2人がいました。1人は1年生で、結構聞くことができます。結構聞こえます。で、日本語で喋っていればそのリップリーディングができますが、英語で喋っているとリップリーディングができません。もう1人は3年生です。で、3年生は一切聞こえません。で、リップリーディングもできないということで、書いたり少し英語はできますが、Thank you very much とか Excuse me はできますが、それ以外はちょっと難しいです。教科書は実はライティングの授業なんですけど、リーディングの教科書を使っています。インプットでどうネイティブスピークはどういうふうに書くかを見て、それでアウトプットのような授業をやっています。で、授業の流れはこのような感じになります。まずは挨拶で授業の目標になりますが、授業はすべてパソコンを使ってこういうふうにやってます。パワーポイントのような感じでやってます。で、例えばこういう挨拶だったら、この授業は A Brief History of Chocolate でこうやって、あとその授業の目標はきれいに書いています。で、このプリントは必ずノートテイカーにも印刷してノートテイカーに渡しました。この3つの目標がそこに書いてあります。で、次はピクチャーウィスパーズという私が考えたゲームなんですけど、これ普段の英語の、英会話の授業でやっています。で、これは日本で言えば伝言ゲームになりますが、よく英語の中学校とかで使っていると思いますが、伝言ゲームの問題は先生が考えた文章をそれ一番前に座っている生徒に見せて、それを次の人に伝えて、次の人に伝えるようなゲームなんですけど、問題は学生も生徒が自分の考えている英語ではない。そして最初の人が終わったらもう何もすることはありません。ただこのピッチャーウィスパーズのゲーム、例えばこういうこのような写真を見せれば、チョコレートの授業だったのでこの写真を使いましたけど、一番最初の人がこの写真を見て、それを描写する。この写真について英語で次の人に伝えます。で、その人もその次の人に伝えるというアクティビティで、最後の人がこの写真の絵を描くというアクティビティなんですけど、この英作文の場合はもちろん言うんじゃなくて、この全部描くというゲームになります。で、時間は7分で、一番最初の人がこれを見て、何でもいいからとりあえず描きます。絵を描くではなく英語の文章を描きます。で、伝言ゲームとまた違って、これ一番の人が 何度も戻ってきて、もう一回写真見て、また細かいところを説明したりすることができますというゲームです。で、これはライティングをやってますので、学生全員が参加することができました。さっき言ったように、これ普段の授業でよく使っていますが、英作文の授業でやるのは初めてでした。で、これ DHH の学生が行ったからやったんじゃなくて、これどうせやるつもりでした。このライティングでやるつもりだったので、それでもうまくいったかなと思います。次はその教科書の説明だったんですけど、こういうふうに説明を書きます。
これ喋りながら説明していますが、例えばその背景は書いてあるかどうかとか、その thesis statement、 その論文全体の、まとめ、最初に書いてあるかどうか、これ全部 PowerPoint で学生全員に説明しています。例えばパラグラフの段落の最初と最後は合ってるかどうか、最初はアズテクについて話してる、書いてるけど最後はパイナップルだったら良くない、この段落良くないという意味になります。あとは、さっき目標にも書いてありましたけど、具体的な場所、いつやったか、誰がやったかとか、それを分かりやすく色を変えるようにしています。次は、宿題のチェックとか、ライティング課題を出して、最後にライティングをやる。もし時間があれば、ライティングをやるということです。例えば、宿題をこういうふうにチェックして、その週の課題、例えば今週は A Brief History Of だったんですけど、500ワードを書くことでした。で、課題は、毎週、最初毎週やるようにしてましたけど、最後の方は、例えば Unit 7、Unit 8、Unit 9から、自分がこれ自信持ってるな、これ自分のベストリポートだなと選んで、そして友達に見せてそのフィードバックを得る。で、最後にそれをエイドリアンに提出するということになります。最後に返すの10年間ぐらい かかると書きますが、そんなにかかりません。で、ルーブリックを使って評価しています。これも生徒全員、学生全員に配っています。で、最後にドロップボックスと QR コードをまた使って、この QR コードはをスキャンすればその日の授業のプリント全部 PDF フォーマットでダウンロードすることができます。そうすればその、学生がスマートフォンを使ってこれをダウンロードすれば、どこ行ってもその授業を見ることができます。復習することができます。そしてドロップボックスはそのクラスだけのドロップボックスがありますので、それを使って、この中にファイルを入れますので、もちろんそこからダウンロードすることもできます。全員がスマホを持てるというわけでもないので、2つのチョイスがあるということです。2つの選択があります。で、こういう流れで言ってましたけど、評価はこういう感じです。先週の、毎週のライティング課題や宿題は 30% で、中間と期末テストは40%、 これは語彙、単語、ボキャブラリーだとインプットアップの両方で、そして作文 の問題もありました。もし興味があれば多分プリントあると思いますが、これもぜひスキャンして、私のブログにも載せましたので、どうぞご覧ください。ダウンロードしてどうぞ使ってください。で、最後の英作文は1000ワードの英作文です。このトピックは自由です。ちなみに DHS の学生一人がその耳聞こえないことについて書きました。で、ルーブリックはこの感じです。内容、構成、合意と文法とかその、正解ですが、文法は5点だけです。35点の中に5点だけが文法を見てることです。それ以外、内容、構成、これ構成結構そういう中心で授業やってましたけど、あと合意の使い方は全部10点満点です。35点満点で、またこれ最後の1000ワードのルーブリックなんですけど、例えば950ワード以上書けば最大35点満点取れるということになりますが、例えば850ワードから949ワードの間だったら最大28ポイントになります。書かなければ点数上げないということになります。で、いろんな、厳しいことありましたけど、例えば間違えたファイル名書いてあればそれも減点になるということです。またこれはもう興味があればダウンロード、後で多分ダウンロードできると思います。で、こういうふうに授業をやってましたが、さっき言ったようにノートテイカーはちょっと困ってたと思います。ずっと英語で授業をやると、疲れますし、あとちょっと聞き取れない時もあったと思います。それでこういうスピーチトゥテクストのテクノロジーを使ってドラゴンディクテーションというアプリケーションをダウンロードしました。で、これは iPad で無料でダウンロードすることができます。
黒あまたアイコンQR コードありますので、これどうぞ後でダウンロードしてください。でこれ無料で正解率は非常に高いです。正確率が非常に高いんです。でここで調べたことを見せれば、それ簡単に会話ができます。英語の中にもオーストラリア英語、アメリカ英語、イギリス英語、カナダ英語、あと日本語も簡単にできますので、非常にいいアプリケーションだと思いました。が一つの問題が出てきました。でそれが DHH の学生たちが、ちょっと遅れているということで悩みました。僕の学生に、全員に例えば Please read the text in pairs を言ったら、僕の学生たちはもう読んでますが、その時に DHH の学生たちがその指示をまだ読んでいるところです。でどうしても遅れてしまうということになりましたので、例えば2人だけで喋っているときはこのドライドンディクテーションをとても良かったんですけど、授業をやるときはちょっと問題がありました。でその代わりにこの、私 Mac のパソコンを使っていますので、こういうアイコンになりますが、もともと Mac の中に入っているスピーチ・トゥ・テクストソフトウェアを使いました。で最近の Mac が Mavericks になりましたけど、最新のOS になりましたが、これになると、後で見せますが、喋っていることがそのまま出てきます。何も実装はありません。で、またこれも正確率は非常に高いです。直接パソコンと喋っていれば 95% ぐらいの正確率がなりますので、実はこれ、さっきのエッセイとか作文のコメントと書いているときは、私もタイピングをしません。このソフトウェアを使ってずっとこういうふうに偉そうに座っていてパソコンと喋っていますので、とても仕事も楽になっています。これもちょっと良かったなと思っていましたけど、一つの問題はまたパソコンと喋れなくちゃいけないので、授業の時はずっと DHH の学生の隣にいないとちょっと会話できないということになります。それで後でこの話なんですね。代わりにこのフリップクラスルームを使いました。でこれからちょっとセルについて説明したいと思います。これ全部スピーチとテクノロジーというのはこういうふうになりますね。英語の場合どのぐらい綺麗に出てくるかちょっと分からないんですけど、ちょっとやってみます。ここであまり見えないですね。実際やってみます。ワードでもページでも大丈夫なんですけど、でこの中にシステム環境設定がありますが、この中に音声入力読み上げがあります。で私オーストラリア出身なので、もう喋っているのを見ますね。オーストラリア出身なので、オーストラリアの英語を使っていますが、残念ながら日本は長くてオーストラリアの訛りがちょっと消えてしまいました。だから時々カナダ人の英語、時々アメリカ、時々イギリスの英語になりますが、全部とりあえずダウンロードしました。でショートカットも FN の、ボタンがありますが、それ2回押すと始まる、スタートするということになります。ちょっとやってみます。いつもこれ人の前にやると正確率はなぜかすごい低くなりますが、ちょっとやってみます。Well, good morning everyone. How are you today?Question mark. New line. I'm very happy to be here with you today. And I'm also happy that the computer is understanding my English. is understanding my English. It
きになるしたいな。はい、まあそういう感じになります。今ちょっとパソコンこういうことになっていますが、こういうふうに授業をやりました。正確率は非常に高いです。で、まあ、ほぼ同時に出てますので、とても良かったですが、問題は DHH の学生の隣にいないとできませんので、こういうマイクを使いました。例えば車運転しながら携帯電話で喋れるようなマイク、 Bluetooth マイクはありますよね。それを一番いい BOSS の、マイクを使う買ってみて、ここにつけて、それで、まあ、教室に歩きながら DHH の学生にも他の学生にもまあ、アドバイスとかやりながらそれを使うことができましたが、これの大きな問題は正確率が非常に低くなりました。60% くらいになりました。で、時々本当にとんでもない英語、悪い英語が出てきて、ちょっと画面チェックしたら、いやこういうこと言ってないよと何回も学生に謝りながら言いました。だからこのマイクは良かったんですけど、ちょっと正確率が低かったのは残念です。特別支援の学生たちに話したら、こういうマイク使えば正確率非常に高くなると言われましたが、こういう使うと他の学生は今度聞こえなくなりますので、まあ、ちょっと困っている状態でした。で、次はそのフリップクラスルームを使うことにしました。反転授業です。で、フリップクラスルームはどっちかというと、宿題は授業の時にやります。授業の説明などは宿題になります。で、こういうスクリプトはあります。青いスクリプト、青い紙があると思いますが、私授業説明してどうせこういう授業を作ってますので、これを準備しながらこれを書いてます。こういうスクリプトを書いてます。セルフ書いてます。で、このビデオをまたドロップボックスに入れて学生全員が見れるようにします。で、まあ、これ2分ぐらいのビデオの例なんですけど、こういう感じです。スライドの番号はここに書いてあります。スライド1ですね。から DHS の学生たちがスライド2を見ながら、読みながらこのビデオを見ています。この授業は英作文の授業ではなく、これはまあ、表示法の授業で使うようなビデオになります。また同じような感じで、この授業のまとめを最初にやって、そこからもっと細かいことを説明する。ちなみにこのスクリプトを配っているのがDHH の学生だけです。ここの学生はスクリプトをもらわないということになりますので、もし分からなければそれは仕方ない、もう一回見るということになりますので、最後まで見ると寝てしまうと思いますので、もし見てかったら、それか眠れないときはどうぞこっちまたダウンロードしてそのビデオを見ることができますので、どうぞ遠慮なくダウンロードしてください。スクリプトもまたQR コードを使って、これもダウンロードすることができます。で、その授業の DHS 学生の英作文の一人の例を見ると、申し訳ないんですけど、あまり良くないですね。これ1回目です。結構頑張って書きました。結構レベル高い学生で、すがいっぱい書いただけです。細かく見ると構成はそんなに良くないし、ちょっと間違えてるところ多いんです。で、この学生がいろいろ使って、最後の
これはあの戦後アートの最後のエッセイではなく、これ最後の宿題 の、 あのエッセイはこのぐらいのレベルを書けるようになりました。で、あの点数は結局あの書いてないんですけど、35点満点で34点取りました。あの非常にいいあのエッセイ書けることになりました。あのトピックセンテンスを使ったり、あとはあのコンクルーディングセンテンスとかティースステイティングもうまく使っていました。これはあのトピックはテレビジョンコマーシャルズ for beer or cigarettes、 そのビールとかアルコールとかタバコの CM はテレビで見れることができますが、それは有名なスポーツ選手を使っていいかどうかのトピックでした。例えばダルビッシュがアサヒビールの CM 出てると思います。イチローがあのキリンビールの CM 出ていますが、それいいかどうか の、まあ、ディスカッションのようなエッセイでした。で、あのこのコメントの中に確か YouTube の、まあ、一つこれ見ればいいんじゃないかとあのお勧めしました、その DHS の学生に。で、セルフはここに簡単に書きましたので、それ見ながらその CM を見ることもできます。で、その学生からのフィードバックここに書いてあります。E メールで来ましたけど、こうどういうこと書いたかというと、まずはノーツテイカー Didn't have to write what you said, all of what you said、 全部書く必要はなかったということです。やはりそういうスピーチとテクスト、音声認識使ってましたので、全部書く必要はなかったということです。ただ心配してたのが、僕の学生に迷惑かけてるかなとはやはりちょっと心配していました。その負担が、まあ、ちょっとなくなったんじゃないかというあの文章が、まあ、感想が来ました。大丈夫ですか。これからの課題と、まあ、これからやろうかなと考えているところです。一つ目はリスニングテストで、まあ、最近須藤先生と話していて、リスニングテストをどうすればいいかと考えていましたが、一つのアイディアはそのセルフが画面に流れるようにすればいいかと話しました。で、こういう感じになりますね。これぐらいの速さで話します。ネイティブスピーカー、私は自分でタイミングして喋りました。で、これ2つの問題があります。一つはこれ見るだけで頭が痛くなります。2つ目の問題は、ネイティブスピーカーはこういうマシンガンのように喋りません。喋るときはセットで話すことです。単語一つ一つじゃなくて、セットフレーズで喋ります。だから、リスニングテストはこういうふうにやればいいんじゃないかとちょっと思いました。I've always enjoyed the game of Pictionary as the combination of the words. このぐらいの感じになります。セットセットが出てくるようにすれば、で、これは とても簡単です。ただの、インとアウトのアニメーションを使えば、ネイティブスピーカーが喋っている速さでタイミングが簡単にできます。で、最後に質問が出るようにすれば、まあ、ある意味でリスニングテストと同じような感じになるんじゃないかなと思います。二人の会話も同じことができます。女性はピンクにして、男性は青にする。会話と同じぐらいのテンポになるんじゃないかなと思います。スピーキングテスト の、 ことなんですけど、このスピーキングテストの問題が出てきますが、YouTube を使うことができます。自分だけの個人的 の、 YouTube チャンネルを簡単に作ることができます。もちろん無料です。で、ビデオの長さも、何でも大丈夫です。で、YouTube のビデオに字幕つけることも簡単にできます。例えば、私簡単の、まあ、このビデオを作りました。ということができます。このビデオを作るのは10分くらいかかりました。そういうやり方もあります。で、
をディスカッションの前に、さっきちょっとディベートの話ありましたけど、最近あの Twitter とか LINE を使っています。授業で LINE を使っていますが、例えばあの授業の中で使うのはちょっと難しいかもしれないけど、あの今年の異文化理解という授業で学生たちを10人ぐらいのグループにして、その中のディスカッションも授業外英語でやるようにします。でそれは LINE か Twitter でできないかなとちょっと考えています。まあ、あの前に Twitter を使いました。今年はあの、まあ、LINE の方が今流行ってますので、あの LINE を使う予定です。あまりうまくまとめられないんですけど、あのここであの今日終わりたいと思います。ありがとうございました。